インダクトラック。インダクトラックは、アメリカのローレンス・リバモア国立研究所で、研究中の磁気浮上式鉄道の一つ。永久磁石の特殊な配列、ハルバッハ配列を用いることで浮上を行う。物理学者のが、磁気浮上フライホイールの技術をもとに、磁気浮上鉄道への採用を目指して、開発を主導している。浮上するためには、連続した空気抵抗と電磁気抵抗よりも、 大きな前進方向の力のみが必要でいる。磁石の50倍の重量を浮上することが可能とされる。浮上光は時速 80km で 25mm である。インダクトラックの名称はインダクタンスや電線をコイル状に巻いた電気素子であるインダクタに由来する。浮上の基本原理は超電動リニアと同様、車体側の磁石が発生する時界が 車両の運動により変動すると、軌道側のコイルに誘導電流が発生して、反発力が生じる作用の電磁誘導浮上指示、方式出る。従来、EDS の場合は、超電動電磁石のような強力な磁界を発生させなければ実現できないと考えられていた。インダクトラックの場合、車両側には、進行方向と平行に、ハルバッハ配列で並べた強力なひさし磁石。 ネオジム、鉄、ボロン系合金の列を、磁界の強まる向きを、軌道のコイルと対抗するように配置する。また軌道側には、ハルバッハ配列の向きとは垂直の方向に導線を、巻いたコイルを配置る。車両が停止状態の時には浮上力が発生しないが、車両が走行を始めると、軌道側のコイルに誘導電流が発生し、車両と反発する向きの力が発生する。 また軌道側のコイルの代替として、薄いアルミニウム膜と絶縁膜を交互に重ねたものの、使用も考えられる。この場合、コイルに比べて大幅なコストダウンが見込まれる。積層型の場合、薄い箔を重ねる方が、大きい浮上力を得られる。陽光比は、薄い箔の方が大きい。積層型の方が、立地線よりも優れる。浮上光は、積載量の影響を受け、 ある一定の速度以下では、速度の上昇とともに浮上行も増えるが、一定速度以上になると浮上行は一定に維持される。利点として、永久磁石で浮上力が得られるため浮上にかかる、コストが少なくて済む。一方、欠点としては、静止時及び低速度走行時に車両を支える補助車輪を必要と、するが、浮上走行に必要な速度、繊維速度というは、 超電導リニア、繊維速度時速 100km から時速 150km と比較して低い速度で可能である。試験機では時速22マイル以上で浮上したが、ポストは実物大の車両ではわずか時速2マイルで浮上できると信じている。と語った。時期抵抗は繊維速度未満の場合は、車両の速度とともに増え、繊維速度前後で最大値を示す。 繊維速度以上の場合は、磁気抵抗は速度とともに減少する。一例として、時速 500km での陽光比は201で、いかなる航空機よりも、はるかに高い。これは、コイルの磁場が素早く変動することによって浮上するための電流を連続して与え電力を消費するので、誘導インピーダンスが速度に比例して増えるからである。積載量が少ない場合の方が、 磁気抵抗がピークになる速度は低速になる。インダクトラック E では2組のハルバフハ配列を用いる。一方は浮上用コイルの上で一方は下に配置することにより実質的に配列の重量や面積を増やさずに磁場が2倍になり、同様に低速時の抵抗も減る。上下の磁石は互いに上に並べられた磁石とコイルの間には反発力が生じることにより浮上の力が 生じ、下に並べられた磁石とコイルの間には吸引力が生じるとされる。また対面する上下の磁石のハルバッハ配列の極は同極である。ただし、この方法は浮上用コイルが車両の重量によって変形しないように合成を確保しなければならない。また、永久磁石のため軌道上の金属片などを引き付けた場合、その除去手段を用意する必要がある点が挙げられる。 また、軌道にコイルを並べた場合、誘導電流によって生じる軌道側の磁極のピークと、車上の磁石の交互に配置される N 極と S 極の配列が通過時に同極にならなければ反発力が生じるどころか吸引力が生じてしまい、浮上できない懸念がある。浮上用コイルには、リッツ線を束ねて両端をハンダ付けして、 当時率の優れたステンレス製の角パイプに入れて、並べたり互いに絶縁された、肘製の金属板を重ねて、枕木方向に置きったもの等が検討される。どちらも、生産効率、費用、性能において、一長一短がある。重量物を浮上させる場合は、浮上用コイルの面積を増やすと、応力が分散される。浮上と同じく、 ハルバッフ配列の永久磁石列とコイルを使用したり、リニアモータのコイルの間に縦に設置された鉄への吸引を用いて案内力を発生させる。リニアモータを採用する場合、浮上で使うハルバッフ配列永久磁石を利用した地上一次方式のリニア同期モータが優位である。リニア同期モータが選ばれた理由は浮上光が 25mm であることで浮き高が高い場合、 リニア誘導モーターよりも効率が高く適している。また、アメリカ国内都市近郊においては、ガスタービンとプロペラの組み合わせや、ジェットエンジンによる推進も検討されている。地上一時式を採用することで車上の設備が簡素化、軽量化され、高速化には適する一方、軌道上に推進用コイルを付設しなければならないので、建設費や整備は、車上一時式と比較して上昇する。 また、地上一時式は、走行区間の推進用リニアモータの境地をすべて、例示する必要があるので電力消費が、車上一時式よりも多い。当初、実験は回転する円盤の周囲に、ハルバッハ配列の永久磁石を貼り付けて回転することによって対面するコイルや導電体との間に、浮上力を生み出していた。その後、研究所内で、 長さ約20メートルコイルを1000個敷き詰めた実験軌道を作り、約22キログラムのハルバッハ配列の永久磁石を持つ実験模型を走らせて検証実験を行った。ゼネラルアトミックス社への技術供与とからの資金提供が決定し、2003年5月、サンディエゴの自衛車の敷地近くに、 より実用的な車両を想定した約120メートル400フィートの実験線が検された。マーケットコンサルティングのブーズ・アレンハミルトン社による1997年の試算では、インダクトラックの実用システムの建設及び運用において、ドイツのトランスラピットよりも約1、2から2、3程度のコストで済むとした。複数の時期浮上鉄道で、 インダクトラックの技術をもとに検討される。他の浮上式の高速ビークル類と同様に、インダクトラックも観測ロケットや、宇宙機発射用ロケットの発射をアシストする、カタパルトとしての応用が検討されている。インダクトラックにロケットを搭載し、磁気浮上とリニアモータにより、約1トルのガイド上で、マッハ0.8程度を、約時速9 5 0トルまで加速することで、 打ち上げに必要な燃料を30%から40%削減かと推測されている。NASA もこの目的でインダクトラックに研究資金を提供している。インダクトラックの開発関連のサイトを見ると、どれもあったかも開発を進めれば数年以内にでも実現するかのような前途有望であるような印象を与える記述がされているが、どれも実験段階であり、 実現の可能性の可否を判断できる段階ではない。担当しているゼネラルアトミック社では、港湾施設のコンテナの無人搬送システムに適用しようとしているが、これとて磁期浮上鉄道の特性を活用できる高速性を要求されるような用途ではなく、研究のための研究になりつつある傾向がある。また、高速鉄道として使用する場合、常に改良されていて、 既存の駅等の施設を活用できる現行の高速鉄道と比較した場合、たとえ理論的、技術的に実現可能で優れていたとしても、既存の交通機関に対して十分な競争力を持ち得るのかという実現を疑問視する意見もある。減圧された管内を走行するハイパーループは技術開発の過程で空気不常識の問題点が判明したため、 ハイパーループトランスポーテーションテクノロジーズは2016年5月9日ローレンス・リバモア国立研究所との間でハイパーループシステムの浮上方式としてインダクトラック方式を独占的に使用するライセンス契約を締結したことを発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。